大初期の伊豆国の武士。通称は当時。系譜は不明だが、自称4年8月の源の頼朝の挙兵当初から、側近として仕えており、山木兼高襲撃、石橋山の戦いにも加わっている。元略元年4月、玄吉高の鎌倉逃亡の際、親家は頼朝に、吉高追悼を命じられ、親家の老党である、党内光清が、 イルマガワラでヨシタカを撃ったことを鎌倉に報告する。より友の娘でヨシタカの言い名付けであった王姫が、ヨシタカの死を知り悲嘆のあまり病床に付したため、母の北条政子が生き通り、ヨシタカを撃ったために、王姫が病気になってしまった。すべては、親家の老頭の不始末のせいである。たとえご命令であっても、なぜ内々に事情を王姫に知らせなかったのか。 と、頼朝を追求したため、東内光清は、政子の圧力に折れた、頼朝の命によって強授されている。その後、欧州合戦や頼朝の上落にも従い、頼朝死後は二大将軍、源頼家に仕えた。県人三年九月、頼家が、病床に付している間に、外籍である、比企一族が、宝城と木まさらによって滅ぼされたことを知った頼家は、 親家を使者として、自生を打つべく和田義盛、新田忠常に書状を出すが、義盛は文を自生に渡し、親家は捕らえられて、工藤幸光によって殺害された。より家はいよいよ憔悴したという。ありがとうございます。